皆さんこんにちは。郷土史探訪家の吉松淳二です。私は今立水廟の入り口のところにあります孔子像の前にいます。この孔子像はですね、タクシの友好都市であります中華人民共和国山東省の極富士人民政府から贈られたものです。極富士っていうのは孔子様がお生まれになった町です。この孔子像高さが 2.5m、 台座まで含めると 3.3m、かなり大きいんですね。結構大きい像です。で、文献によりますと、そもそも孔子様自身が2メートルぐらい身長があられた大きい方だったというようなことが残っています。で、まあ、こういう孔子様の像があるところです。それでは、今から奥の立水廟の方に行きたいと思います。